電気グルーヴに死刑判決が下った。一方、フック博士はステゴのエネルギーによって発動する巨大ロボットを完成させる。そして、果物カゴに残された小銭の秘密とは。次回、電気グルーヴ、小銭と輪ゴムと逆転無罪、お楽しみに。